皆様おはこんばんにちは、おついちでございます。それではおついちのミラーズエッジカタリスト続きをプレイしていきたいと思います。今回のミッションは前回の続きだね。イカロスと一緒に仕事をしなくちゃいけない。私いやあの男、はい、まあそうは言ってらんないね。お金返さないとな、道元が早めの返済求めって言われちゃうからね。あいつを早くね、もうお金返してこうさっさといなくなってもらうために頑張って稼いでいきたいと思います。今回もよし、近くで配達物を収穫できます。え、こっち、この研究所は最も高いビルの一つだね。ああ、見える。よいしょ、もう半分まで来たぞ、追いついてみろ。ちょっと待ってなさいよ、本当に。よいしょ、念のため確認だ。エリジウムの農業部門に侵入しろ。はいはい、そこの端末にショットガンを使え。それから脱出だ。ショットガンを使え。よし、元気に復帰。ノアからエリジウム研究所に忍び込み、彼らのライバルが欲しがっている新種の酵素のデータを盗む任務を与えられた。経過の進行をイカロスが外から監視している。目標の端末に1回限り使えるハッキングツールショットガンを仕込めば、あとはソフトが自動でやってくれる。へえ、あ、ショットガンっていうあれなんだね、ハッキングツールなんだね。これは復帰後の最初のミッションだ。結果を出さなければならない。道元に対して借りを返す小さな第一歩になる。開始。いや、痛そうだけど普通に。なぜ空いてる窓を見つけた。簡単に入れる。どうも腑に落ちない。警備が緩すぎない。さあな、降りるか。その方が余計な心配しないで済む。どういう意味？前科があるだろう。いや、見巻き返せ、稼いでこい。いちいちこう勘に触る男だねこいつは。もうぶん殴ってやるわ。よいしょ。ベツ、窓が開いているそうだな。清掃員が閉め忘れた可能性もあるが、おそらく違う。慎重に行け。オッケー。無理な注文では、フェイスは慎重とは言えない。お前がサポートしてやる。そうだわ、もうやってるさ。窓へのロープを用意したぞフェイス、伝っていけ。よし、オッケー、潜入開始。一応しゃがみができるんだね。エンプロイが残っているかもしれん。それとクルーガーセックに気をつけろ。農業部門を見つけろ。オッケー、よいしょ。どこだ、あ、下か。まずいぞ、下が騒がしい。幹部の車列が到着した。エンフォーサーだらけだ。なんだと、どうも気に食わない。終われば気に入るさ、ノア。ああ、そう願おう。で、よいしょ。エレベーターを使うのが一番早い。よいしょ。オッケー。んーで、上か。おいし。お。いやー、下に上にいる。はあ、怖っ。はい、はい。はあ、はっ、高い。よっしゃ、オッケー。エレベーターを見つけたら、シャフトを登るか、カートの上に潜んで運んでもらえ。私は、シャフトがいいね。うわぁ、危ねぇ。ほっ。ほい。はぁ、実は、昨日プロジェクトのタブ発信、キングダムというものに関する記述を見つけました。どうも、倫理に反してキングダムについては君の感知の問題はない。ミイラ所長の声聞いたことあるな。すごいね、豪華だね。
ッケー。農業部門に入ったわ。するとガブリエル・クルーガーが来てるみたい。ちょうど上にいたな。この仕事は中止すべきだ。ダメよ、最後までやらせて。ほう、なあ、私に任せとけ。止めても無駄だろ。そういうことだ。ピカラス、外に変化があったら逐一知らせろ。フェイス、次はオフィスを探せ。オフィスを探す、オフィス区域に入る方法を探せ。どこだ、こっちか。ちょうどペーターはこの辺まではやってたかな。もうね、イジウムの連中と何を企んでるんだ。知らない方が身のためだ。情報は確認だろ。そう、間違えた。ん？人によってはな。いや、多分、こっち行ける？普通に。明日でいいんだもん。上って出てたような気がするんだが。あ、これでこっちから行けってことね。よいしょーん。ういで、どこが？ここか。よし。こっちじゃない。ここ。それで何のデータを盗むんだ。もだい、フェイスに何のデータを盗ませればいい。新型の酵素だ。ある種の栄養に働くエンハンサーらしい。ラポサが欲しがっている。うい。まあやってることは盗っとだからな。よし、ワークルーム 4H の端末に接続しろ。あとはショットガンがやってくれ。ここんで、こっち。よし。よし。まあ、今作はランナービジョンがありますが、実際、いつもの、なんでしょう。ミラーズエッジ、前作のミラーズエッジは、こうやって、行ける場所を自分でこう、考えながらやるゲームでございますね。向こう側行きたいんだよな。ってことは、これは上がって、で、ほっ、よし。ん？あ、そっか。よいしょー、なんせ。はい、着いた。端末の前よ。ショットガンを使う。よし、完了を確認した。の、誰かいる。ランナーじゃないみたい。ごめんなさい、ちょっと見てくる。だろうな。ならここに座って無事に戻ることを祈るしかない。あ、もう全部お見通しなんじゃねえか。侵入者を追え。ミス、いいところを見せようなんて思うな。ただ無事に戻ればそれでいい。ほっ、あ、ブーで、こっからこうで、上に登って反対向いてこう追いかけるか。誰なんだあれは。ライバル企業、ライバル企業って言えばライバル業者な。このエリアはまた違う。うい、何をするところなの。いや、おお、すごいな。通信が届いていない。もし一回なのでこちらで。すごいね、出口を。通信が切れてる。ようこそです、ミスタークルーガー。今は何？ミイラ所長、警報を鳴らせ。奴を捕らえろ。こちら所長のミイラ、コードブルー発生、ドクターヒルが死亡。何？示されたですって？そんなもの強制解除しなさい。タグを教えるわ。7709。
何を持っている？死害したか。生産狩りです。そうか。あれはどこだ？どうも。フェイスです。逃がすな。逃げます。おい。聞こえてるか？オッケー。出口を探せ。脱出しないと。よいしょ。脱出するぞ。撃ってきた。ここからは俺たちが何とかする。やばい。トラバースで放火シールドが発生する。放火シールドがあれば弾丸をかわせる。かわせるの？本当に？信じるぞ。おお！必要なら戦ってもいいが。いやー！そこから逃げろ。おお！ピカロス、フェイスを援護しろ。わかってる。やばい。フォーカスシールド剥がれちゃう。あ、いった、いった、いった。逃げろ、逃げろ、逃げろ。え、ジャンプ。そこが、下の階に向かえ。おお！わお！ちょっと待ってろ。逃げる。オッケー。彼女が脱出したぞ。オッケー。俺がいなかったよ。よくやった。二人とも戻ってこい。ちょっと今お前さりげなく自分アピールしたよな、お前な。もし俺がいなかったらよかったじゃん、つって。隠れ家に戻ってくるフェイス。街に警戒態勢が敷かれた。グリッドも大騒ぎだ。随分な騒動を起こしたものだな、フェイス。私じゃないし、ずっと言ってきたはずだ。クルーガーセックには関わるなと。それなのに出所して早々この騒ぎか。俺がどうしてわざわざ。よいしょ。まあしょうがないじゃんね。待っちゃってもしょうがない。よし。しかもあれで盗まないわけにはいかないだろうな。ね。追跡はこっちに引きつけてる。あとは待つだけだ。もうすぐ戻る。お、優秀だね。頼むよ。よし。まあとりあえず戻るか。いいよ。いいよ。でこっち。お前はいい加減うるさいぞ。オッケー。元気に復帰完了。お、実績取れた。ほう。お、新しいアップグレードポイントか。売っとくか。何がいいかな。空中で足を上げる。小さな障害物を乗り越える最速の方法でフォーカスが上昇する。あー、なるほどね。着地がスムーズになると。クイックターン。あー、クイックターンは欲しいけどな。ちなみにコンバットは？エンフォーサーへのダメージ増加。有利な立ち位置。あー、これいいですね。よろめき中または気絶中の敵に、通常攻撃の3連コンボを行う。ほう。スタミナ1。ああ、単純にライフが増えるのか。なるほど。で、装備は？ああ、こっちの辺はあれだね。ミッションをクリアして解除していくって感じなんだね。じゃあ、とりあえず、どうしようかな。まあまあまあ、まだコンバットはいいや。クイックターンの方覚えよう。OK。で、ズヨダーして、おー、これ戻れる。おー、面白い。ズヨダーしてクイックターン。おー、ズヨダーしてクイックターン。あ、これいいですね。完全にノアにフェイス、お前そこで何やってんだって言われそうだけど。オッケー、元気に復帰の後話せ。どうしたんだフェイス。いきなり何？そんな調子じゃいつ死ぬかわからん。結果を出せばいいでしょ。見てよ。
このものじゃない。ええ、死んだ持ち主もそうだったわ。これで道元と決着をつけられる。いや、俺たち全員が死ぬ。フェイス、ガブリエル・クルーガーには絶対に関わるな。一切の手を引くんだ。これは送り返した方がいい。クルーガーに見られたか？大丈夫よ。顔までは見られてない。私は良かれと思ってそんなこと考えるタイプじゃないだろ。まったく、こいつをどうするか決めないと。それまで殺されないように気をつけろ。いいな、二度も失えない。はあ、今戻ったよ。クルガセックは消えた。なんだよ、なんとか言え。少し休むわ。何かあったら起こして。おい一番頑張ったやつがな。奴らを今止めなければ我々の生活は支配されてしまう。下がれと言ったんだ。今はダメ、これを終わらせなきゃ。フェイス、キャスト、どこにいるの？こっちだ。ここなら安全だ。じっとしていろ。フェイス、怖いよ。話せ、クルーガー。協力すべきだったな、ドクター・コナー。そんな真似はしたくなかった。ママ、あれは何？あれはね、チビちゃん、あなたの未来よ。おう、なんだい？ノーマト、どこにいるの？ビートリンクと連動できるグリッジモッドを手に入れた。ここは紙質になってんだね。それを使えば、ゼファーにあるファンを通り抜けられる。試したら会いに来てくれ。はーい。問題が発生した。あ、ここにもキットあるわ。キットを開ける。基本ランナーキット。タグだね。あー、ベータ参加。ベータ参加したからね、キットがあるみたいです。ありがとうございます。じゃあ、いただこうかな。これ用のラインもあんのか。へぇ。あー、こういうのはどんどん取れるんだね。ランナータグの紋章が増えるみたいですな。寝てる。また増えたってことかな。あ、すごいな。これかっこいいな。これにしようかな。で、次なるミッションが、ここか。いたずらっ子、ノーマットと合流しよう。了解。じゃあね、ノア。はは、小言を聞く前に、飛んだしよう。よいしょ。ランナービジョン、こっちで合ってるはずだけどな。近くで配達任務を受けられます。一応任務受けられるから受けとこうかな。ポイント欲しいし。あっ、ちょ、うん、よいしょ。デリバリーミッション、アップロードしてください。どっちですか？こっちだね。よし、行くぞ。ほっ。ほい。で、ズザーしてからの、ほい。で、着地。さあ、こっちに行って。はい、ここじゃん。残り30秒、間に合うかな。ほい。ちょっと待って、これでいいのか。
いや今着地ちょっと時間ロスした。あ、それでも大丈夫か。オッケー。ふう、お届け完了。依頼通りに完了し、この配達の成功がシステムに登録されたようです。ほいほい。ご協力へのお礼としてささやかな報酬をお受け取りください。ありがとうございます。それと足元にお気をつけて、屋上を甘く見てはなりません。毎回やれんだな。で、どこだっけ。あ、ずいぶん離れちゃったな。こう来て、こうか。まあ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 。あ、でも近くにこれがあるんだよね、ハット。先にこっちやるか。野本ちょっと待っててくれ。こっちが先だ。じいさんには早くあの、恩を売っといた方がいい気がする。後で助けてくれそう。ほっ。ほい。じゃん。ドン。上がって、上がって。で、こう、あ、お、違う違う違う。なんだっけ。こうしてこう向いてこうだね。ああ、これがクイックターンだね。よっしゃー。バードマン撃たれた鳩。バードマンはかつてランナーだったことがあり、複合企業独裁化のカスカディアの変異を、見てきた。気難しい老人かもしれないが、いつでも頼りになる存在で、それはこの町では意義のあることだ。彼が助けを必要とするなら、できることがないか確認する価値はある。返する。変わりない。そっちこそだろう。ニュースはできるだけ見ないようにしてるんだ。偽善と恐怖心の扇動そのものだ。だが少し手伝ってくれ。何かしら。鳥が2は帰ってこない。自分で探したいところだが、昔ほど身軽には動けなくなってきてな。何を笑ってるんだ。とにかくビーコンの機能は停止してない。鳥たちに何があったのか確かめてくれ。見つけてあげる。助かるよ。最初のビーコンはここからそう遠くない。おっ、オッケー。じゃあ行きましょうか。ほっ。おー、違う、間違えた。ビーコンは簡単に、うえ、ビーコンをランナーをやろうと思ったら間違えちゃった。ランナービジョンはこっちでやってんだよね。よいしょ。すいませんね。レナとトタリアは注意散漫なところがあった。ほい。で、ビーコンがこの辺にあるよな。よいしょ。この上かな。あとないかい。あ、いってていって。こうだから。お、そうか。で、こう。あら、死んじゃってるわ。かわいそうに。撃たれて死んでる。残念だけど。わかった。まだあるなら、伝言カプセルを回収してくれ。了解。了解。ありがとう。タリアも探してみてくれ。チップを盗む。ゲッチュ。まだ22個もあるのか。22個っていうか全部で22個あるんだね。まだ3個しか見つけてない。痛い。ほいしょ。ほいしょ。グリッドを極めるのは9倍。はい。
よいしょ。よし、で、こっち行って、ほいよ。ジャンプ。で、ジャーンプ。オッケー。ほ。これなんか、取れるな。オッケー。これは監視記録。この旅の記録をつけてる日記をアバンに見せるためにね。あの子はだいぶ回復してる。でもまだ完全じゃない。この旅の記憶があまりないでしょう。本気フィニストはもうすぐ埋まる。ファイアバードはまだ乗り物を探してる。使えるやつが必要。そうね。ああいう音声ログもあるんだな。クルーガーセックがちょっとした郵便事業に気づいたのだろうか、それとも遊び半分に売っただけだろうか。なんかありそうだけどね。大勢に盗み聞きされない連絡方法を見つけるのが難しい。クルーガーセックも遊び半分に売ってやりたいよ。おい、ひでえことしやがるぜ、本当に。あーお、タリアもダメか。エストが死んでいるの、エラトが死んでいるのを見つけた。おそらくクルーガーセックに殺されたのだろう。ここにも伝言カプセルは回収できた。次はタリアを探すよ。バードマンに送り出せた。準備ができたら彼に知らせろ。で、タリアも見つけた。こっちも死んでる。カプセルがない。そいつはまずい。タリアはネリリアノバから来る途中だった。少しあたりを調べてくれるか。ええ、オッケー。てっ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 てよいしょ。こっちだな。なんだこれ。他のランナーがいたみたい。他のランナー、カプセルを持ってるかもしれない。あれか、エコーみたいなの見えるんだ。あ、今の格好、あの、なんだっけ、前作に出てきたあいつみたいだけどね。あった。カプセルを見つけた。そのランナーが隠したって。見たことのない組織のマークを残してる。何にせよ感謝しなければな、フェイス。お前にもありがとう。新しい鳥を2羽しつけなくては。オッケー。はい、では今日はちょっと早いんですが、この辺で終わりにしておきたいと思います。また次回から。お、なんだあそこ、すげえ人がいる。はい、また次回ね、続きをやっていきたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次に会う時はランナーの高みだ。